トヨタイムズニュースをお聞きの皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは、富川優太です。今回はですね、特別編といたしまして、声だけでお届けしてまいります。なぜ声だけなのかはですね、後ほどあの方にお聞きいたしましょう。さて、1月30日にトヨタグループのビジョン説明会が行われました。午前はですね、グループ17社の関係者らが参加しての説明会と質疑応答、午後は記者会見を豊田章男会長が一人で行いました。トヨタイムズや報道でご覧になった方も多いと思いますけれども、今回この音声コンテンツではもっと深く、もっと詳しく、例えばですね、ビジョンに込めた思いですとか、当日言及されていましたけれども日程を2週間前倒しにした理由ですとか、さらには質疑応答で、あの質問が出た時になんであのような回答をしたのかということなども聞いていけたらなと思っております。ということで、お待たせいたしました、豊田章男会長にお話を伺ってまいります。章男さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。今回のトヨタイムズニュースはラジオ形式でお送りいたしますけれども、まずはなぜ音声だけなのかというところですね。あのね、以前私、はい、DJ 森蔵ハンドルザマイクというね、はい、ラジオ番組を、これ週1回だったんですが、トヨタイムズができる前ですね、1年間、はい、やりました、はい、でね、その時にね、学んだ点っていうのは多いんですよ、はい、で、ラジオだとね、ビジュアルが見えない、ちょうどね、その時ね、ジャパンタクシーね、はい、今もう街中に溢れてます、ね、溢れてますでしょ、はい、でジャパンタクシーがまだ出てくる前に、はい、ジャパンタクシーの説明をした時に、はい、森蔵さん、その説明じゃ分かりませんってズバッて言われたんですよ。お、うん、背が高くてね、はい、ドアが開いて乗りやすくなってるタクシー車ですよっていうことを言うと、はい、ビジュアルがない中で説明がね、分かりやすくなるんですよ。お、でそこで学んだのはね、やっぱりね、我々例えば僕ね、自動車業界に入り込んでるから、はい、自動車業界とかトヨタ自動車ではね、当たり前のこと、うん、当たり前のこともやっぱりビジュアルがあるから、はい、分かりやすいんだけど、そのビジュアルがない時にね、どう説明しようかっていうのは、はい、絶対にこのね、音声だけの方がいいと思います。なるほど、そうすると私も分かってもらおうよという気持ちが、はい、もっとね、強くなると思います、うん、それが僕ね、この音声だけっていうのの利点があるんじゃないかなと、はい、それともう一つはね、はい、やっぱね、顔が見えるってね、大変なんですよさらされるの、はい、ね、それで最近その小学校で出張授業とかしますでしょ、はいはい、その時、あ、テレビのおじさんだって言われるわけですよ。そうです ね、いや、いいけど、はい、ね、別に僕テレビのおじさんじゃないんですよ ね、 そうですね、車好きのおじさんであって、有名なのは間違いないですけどそうだから、そういうようなことからね、やっぱりね、その自分がよりね、正直に話すためには、あんまりその外見とかね、いうものはない方が、なるほど、自分自身をより正直モードに、はい、追い込むことができる、はあ、それともう一つはやっぱりね、準備が楽です。以前ラジオやってた時に、はい、モロッコからの収録とか ね、あるんですよ。でもね、あれはね、そのね、音だけだからできるんだってね、はい、場所がね、合わないというか、あれがね、映像まで入ってくるとね、もっと大変。なるほどね、だからこういうね、こういうその富川さんからの質問に受ける云々は、やっぱりタイミングっていうのが大切だと思うんですよ、だからタイミングが重要な時に、どこでもね、はい、いつでも聞きたいことを聞いてもらって、はい、それに対して答える、はい、それがね、重要なんじゃないのかなと。なるほど、それこそが、はい、本当のニュースそうですねのような気がします。ということは、私はこのマイクを持ち歩いていれば、いつでもこのラジオのような形で質問できるという場を作っていただける可能性があると。気が向いたらですよね。そうですよね、お忙しい方ですから、はい、なるほど、いろんなね、ここラジオ形式の良さっていうものがあるということで、今日もですね、ぜひですね、そういったこの音声だからこそ語れるというものをどんどん語っていただけたらなと思います、うん、まずですね、その今日はなんでこういう場を作ったかというと、グループビジョンという説明会があったから
それを受けてなんですけれども、その前に秋尾さん、14年間トヨタ自動車社長を務められまして、はい、去年佐藤浩二社長にバトンを渡されました。で、我々として見たらちょっとゆっくりされるのかなと思っていたんですけれども、はいはい、むしろ1年間見ていてもっと忙しくなったんじゃないかという、うん、気もしました、うん、で今年もですね、年初から豊田章男会長として、はい、で森蔵として、で普通の車好きのおじさんとしてもう動き続けていらっしゃいますね、うん、体は正直きついと思いますけれども、うん、なんでそんなにこう動き続けられるんですか。かっこいい言い方すれば、はい、使命感でしょうね。自分がやらなきゃいけないこと、はい、というものに対してはやっぱり自分がやるって言っちゃうんですよ、はい、ね、だからちょっとね、これ会長になってね、自分自身のその決断をする時の決め方はね、まず自分がやるっていうふうに思ったことを選ぼうと。なるほど。やっぱりね、社長の時っていうのは、はい、社長だとね、自分が選ぶというよりも、うん、会社として必要なことを社長という肩書きの人がやらざるを得ないっていうのがあるんですが、はい、そこはね、CEO の、ね、佐藤社長が、はい、もうね、期待以上にやってくれてるわけですからね、はい、だからそういう意味ではやっぱり自分しかできないこと、それとかつ自分がこれはやろうと、うん、やらねばならないっていうようなことを選んでいきたいなと、というふうには思いますね。それが結構ね、はい、あったってことです。だからなんかその最初の準備段階では秋尾さんの名前が入っていないものでも、なんか直前になって秋尾さん行こうとなってるよっていうのを聞いたりとか、そうそう、この間のオートサロンだってそうじゃないですか、はい、ね、オートサロンもそうだし、なんか他のね、他の、はい、ステークホルダーのね、いろんな相手のイベントもね、結構最初は入ってなくても、はい、やっぱりここは、うん、とか、あとね、自分が出るタイミングって危機対応だと思うんですね。非常時、はい、正常な時っていうのはやっぱりそれぞれの肩書きを持った人でも私よりね、うまくこなせると思います、はい、ただその危機状況、それから難しい状況の時っていうのはやっぱりその効果不効果ね、はい、私が社長時代ね、またトヨタ入社以降やってきた経験というのが、はい、結構ね、平穏無事じゃないんですよね、イメージは平穏無事かもしれないけど、はい、実際はね、大変なんですよ。で、危機対応の連続だった、はい、そうするとその引き出しの量がね、自分で言うのもなんですが、引き出しの量がちょっと違うような気がします、はいはい、ですからその大好きな自動車産業、はい、だとか、まあ、トヨタ自動車とかね、うんうん、車業界のためになんかね、自分が役に立てることは、はい、恩返しのつもりでね、やっぱり自分がやろうって言って動いてるっていうのが正直なとこなんじゃないのかなと思いますね。確かにオートサロンで普通の車好きのおじさんとして出てきて、うんうん、みんながこう笑顔になって盛り上がってありがとうと言い合ってっていうのも、うん、そうやって俯瞰で見たときに、うん、みんな楽しそうだねとか、うん、森蔵さん来たからハッピーだねって単純に思いがちですけれども、うん、でもやっぱりメッセージとしては、うん、エンジンをなくさないんだ、うん、エンジンをやっていくんだという、うん、やっぱりマルチパスウェイということを掲げている中で、うん、カーボンニュートラルに向けて BEV バッテリー EV 一辺倒だよ、いや違うよ、でもバッテリー EV じゃなくて水素だけでもないよ、ちゃんとこういう550万人のことも考えてるし、皆さん車好きがハッピーになれるようなことをやっていきますよっていう、まさに危機対応で出てくる言葉だったんですね、うん、それとそのやっぱりそのね、カーボンニュートラル、これに対して温暖化を防ぎましょう、はい、これはね、世界中のね、誰もが賛成する話なんですよ、はい、でそれに対しては誰も異論はない、はい、ただどういう手段でねそれをやりますかって言った時に、順番がね、まず規制をやり、はい、そして選択肢を一つに狭め、うん、というふうに動き出したので、ちょっと順番は間違えないでいただきたいっていうのと、選択肢を一つに狭まれちゃった時にね、なんかその電気自動車だけ、はい、にそのするんだという感じになりましたでしょ、はい、だけどもともとね、カーボンニュートラルとかをちゃんと考えると、
敵は炭素なんですよね、はい、だから内燃機関じゃないんですよ、はい、でかつそのエネルギーを作る運ぶ使う自動車を使う側ですからエネルギーを作る側で考えますとね、はい、現在日本はほとんど、火力発電ですから、うん、その電気自動車で使う分よりたくさん、電気を作らなきゃいけない。そうしますと CO2 出ちゃうんですよね、はい、そうすると何やってるか分かんないんじゃないですかと、うん、だからその国それぞれのお国のエネルギー事情によってね上り方はいっぱいあるんじゃないですか、はい、ということをただただ言い続けてきただけだと思います、はい、それで世の中でね私ってねよくそのガソリン臭くてね、はい、そういう車が好きだっていうことをねよく言ってますから、はい、だからなんとなくね BEV に対して反対してるというイメージがあるんですよ、あ、はいはいね、だからそういうイメージの人がねあえてエンジンあるんだっていうからニュースになるんだと思います、はいはい、何もね、何々を潰せなんて言ってないんですよ、うん、そしてエンジンを作ってる指令先の中でね本当に私聞いたのは銀行がお金貸してくれないとかね、うん、いう状況もあるんですよ。そうすると私という、ね、影響力がある人が発言することによってそのね声を出してもなかなかね世の中の動きにならない人たちの元気をね、はい、もしね生意気な言い方ですけど力になれるんであれば、はい、自分はそういう発言をね、うん、積極的にやっていきたい、はい、それがねこの間の、ね、エンジンやるぞっていう ね、 そうですね。だから私というキャラクターがあり、はい、私という影響力をどこに使うかというその目的がね、はい、はっきりしてるがゆえにこうやって動くんじゃないのかなと思いますね、そういった意味では、はい、グループの不祥事が相次ぎました、はい、そこでグループビジョンの説明会に一人で立つわけになるんですけれども、はい、もともとは豊田佐吉生誕日、うん、2月14日にグループビジョン説明会が行われるということでしたけれども、はいはい、改めましてこの2週間前倒ししたっていうこの理由は何でしょう、うん、これはねまずねそもそもなんでグループビジョンをやろうと思ったか、はいはい、それはね昨年の、ちょうどその2月の14日に私父を亡くしました、はい、で父とかねそのおじさんである豊田栄二っていうのがトヨタ自動車の創業者の息子である甥なんですよね、はい、でその二人はねトヨタグループの旗と言われてたんですよ、はい、それでその旗がいなくなった時に、はい、次の旗はどうなるのっていうね、うん、今そのトヨタグループっていうのは資本の論理でね、はい、創業ファミリー のトヨタファミリーが統治してるわけじゃないんですよ、はい、いわば象徴とね、あえて言えば責任者、はい、みたいな形で存在してると思うんですよね、うん、だからそのトヨタ自動車のステークホルダーたちがね本当に自分たちの会社であるというふうに思うためにね、どうすべきかというねことを示してくれるのが僕は旗だと思うんですよ、はい、でそうした時にその2人の旗がね、亡くなり、はい、そしてその豊田という名前がねある人にそれを期待されてもね、はい、私はもう3代目ですし ねそういう役割にはなれないでしょっていうふうに自分とは思いました。期待する人はいると思いますけどね、ただ自分がね、はい、自分が歴史的に見ても経験値で見ても、はい、そこまでね創業期からね実際に自分が見てきたわけじゃない、はい、見聞きはしてきました。ですけどそういう自分がね旗にはなれない、はい、じゃあでも旗っていうのは必要だよね、はい、それで自分が考えついたのはグループのビジョン、はい、というものが必要なんじゃないのかなということで、昨年の4月っていうかねそんな前ぐらいだから不祥事の不の字も出る前ですね、出る前にそして会長になった時の役割としてね、はい、もうちょっとグループ、うん、今まで正直言ってトヨタ自動車の経営だけで精一杯でしたから、
あのそこに自公会会長とかね、いうのが入ってきたので、はい、あのそんな時にグループとは言われてもそれぞれね動向は同じでも、はい、あのそれぞれ大きな会社になってね、はい、まあ、リスペクトし合っている関係でしたので、はい、あのそう関心がなかったわけじゃないですが、うん、遠慮はありましたよね。なるほど。でそういう中で何かその中でもトヨタグループって何よと、はい、それから期限はどこなんだよとかいうことから ある旗に変わるビジョンが必要だよねっていうことで検討だけし始めてたっていうのが出発点です。そうなんですね、それでほぼ1年それでその準備の途中に、はい、ああいう話がたくさん出てきたんですよ。でところが私はもう社長を退任してましたから、はい、私の流儀でいくともっと早く会見します。問題が起きたらすぐに対応する、私だったらもっと早くやったと思いますね、はい、うん、ですけどもう社長辞めてますから、はい、そこには遠慮があったんじゃないのかなと。で遠慮を持ちながらねだんだんね品質問題の時もそうだったんですけど、はい、説明が遅れてるという話が車が暴走するっていう話にね、はい、変わるんですね。で認証の、はい、認証っていうのはねある一定のルールで、安全面そして環境面におけるある程度の基準をねクリアにし、はい、うん、この車を量産してもいいよというお許し、はい、そこでのやり方に不正があったわけですね。なるほど。だからそこでの不正イコールね、はい、今乗っていただいている車が全部危険であるっていうことではないんですよ。そこがね一番分からなかったところなんですよ、はい、それでところがその説明が遅れ、こんな問題が起こったよっていうね第三者機関のなんとか項目何件っていうのが出てくるとね、そこの対象車種はもう危険で乗れないんじゃないか、うん、公聴会の時もそうだったんですけどトヨタの車乗ってる人は今すぐ乗るのやめてっていうね報道されちゃうんですね。ありましたし、はい、でもあの時暴走って言われてましたけどプリウスの制動距離が70センチ伸びるってことなんですよ、うん、それを暴走と言われちゃった。それを暴走と言われちゃった、はい、でそれが分かるまでの間はいろいろね意地悪暴走試験をしたりね、はい、いろんなことをしながら信用を突き詰めていくわけですけど、はい、やっぱりね時間かかるんですよねそういうの、うん、でそれをちゃんと分かってから説明するのと、はい、まずこういうこと起こったから今から調査に入りますというのとでは違うと思います、はい、それでトヨタグループの信頼みたいなものを失いかけたなというふうに思いましたので大きな3つの不正のニュースが出た段階で、すぐさま自分が出て、はい、自分が責任者ですよという、うんうん、まずねまずそこ、はい、であとは私の行動を見てくださいというところにつなげたかったというところですね、はい、あの時のことを思い出しますと2009年に問題が起きてアメリカから戻っていらっしゃった時に初めて出た番組が僕が担当していた報道ステーションだったと。で日本で初めてだね。そうなんですよ、日本で初めてっていうのが。で当時僕がのこの記憶をたどるとですね、一人の、まあ、トヨタの社員の息子として見てたっていうのももちろんありますけど、一人の日本人として、うん、公聴会に出てる秋夫さんの姿、うん、答えてる姿、報道が叩く姿、うん、もう見ていて、うん、ものすごい大変なものを背負ってるなっていうのを感じてたんですね、うん、で報道ステーションに出てくれるということを聞いたときに僕その当日の現場取材を全部キャンセルしたんです、うん、で日本人として、うん、トヨタ社員の息子として、うん、ちょっとでもこうほっとしていただきたいなと思って、それで楽屋からスタジオまでのちょっと短い間ですけど、そうそうそう、アテンド役を、そう僕がさせていただいた、その時は初めてお会いした時なんですけれども、うんうん、もうそうやってちょっとでもなんか力になりたいって日本人一人の日本人として思うぐらい一人で背負うってことの、うん、ものすごく重さ、うん、重大重責、うんうん、ものすごいあったと思うんですけれども、うん、今回のグループビジョンでも、うん、一人でそこに立ちました、う
それはもう大変なことだと思うんですけど、うん、一人で背負うっていうのはどんな思いからなんですか。あの、ね、やっぱり責任者っていうのは、過去現在未来において、その人が責任者と世間様から認められる実績と顔が見えるっていうところが必要だと思うんですよ、それでね、何人かでそれを説明したところでね、誰が本当の責任者なんだよというふうに 見ると思います、ですから、そういう意味で、公聴会の時も1人、そして今回も1人、という方が分かりやすいんじゃないのかなと。やはり再発防止のための原因追及、で原因追及、言葉悪いですけど犯人探しみたいなね、ことって行われるじゃないですか、でそうした時に犯人私ですっていうね、ところにまず自首することが必要なんじゃないのかな、それであとは状況証拠とかね、いろんなものを私も含めて探っていけばいいんであって、それがこの時にね何人か出たら、この中から真犯人は誰だよ、という感じでまだまだ続くんじゃないですかね、だ報道自体がやっぱり原因犯人探し、みたいなとかどうしてもあると思いますね、でそれよりも今必要なのはやっぱり何が起こってたの、っていうことを正しく、理解をしてもらうこと、そして何がやっちゃいけないことであって今どうなってんので、余分な心配はしてもらわなくていいですねっていうね、いうところをしっかり説明できるかどうかっていうことが大事なんじゃないのかなと思いますね、ただ、あのリコール問題の時も自分が関わってるわけじゃないじゃないですか、むしろ多分逆の立場でいらっしゃった、ましたよね、で今回もグループの会社でやっていて、で秋夫さんはもう社長も辞められて会長になっていたという中で、それでも自分が責任を取るっていう、私が責任者ですっていうのってなんか普通の感覚からすると関係ないことも責任を取るっていう、それは私の人生そのものになりますけどね、あなたには社長できないでしょという誰からも望まれない社長でスタートしてるんですよ、それで公聴会に行く時の私の本心は、それまではね、あなたは余分なことを話すな、ということを会社によく言われてましたから、いろんな記者会見等にも出ませんでした、でそれをずっと言うことを聞いてやってたら公聴会に呼ばれて、ついに自分だけで証言だ、その時からやっぱり自分がしっかり説明責任を果たすのも自分の役割であると、それプラス確かにね、誰からも望まれない社長だったかもしれませんが、自分としてはあの時初めてトヨタのために役に立てれる仕事ができるという変なあれですけど喜び嬉しさ、みたいなもので動いてきたと思います、ですからそれ以降ね、やっぱり説明するのは自分、そしてその自分がやったことで責任というのは当たり前ですけど、組織の長というのはね、結果責任ですよ、それが自分がやったとかやってないとかねいうことじゃなくて、それでその私自身が辞めればいいっていう話じゃなくてね、そこに関わってる多くの人たちがいます、迷惑を被ったお客様をはじめ、そういう悪気なく一生懸命仕事をしてた人、それであんなに真面目にやってきたのに、なんでこんなことを言われなきゃいけないんだと思ってる人たち、も含めてね、たくさんの人たちがいるんですよ、でその人たちを守ると言っては横柄ですけど、こういう時はやっぱり誰かね、犯人私ですという人がいないと、前に行けないと思いますね、だから犯人じゃなくても犯人だっていう、ことに、いやだからもう組織の長はもう犯人なんです。あ、そうなんですか。結果は犯人、結果では犯人これは誰々がやったこととかね、そういう言い方はね通用しませんって。なるほど、と私は思います。今のお話を聞いて、質疑応答の中で、なんでこれこう答えたのかなっていうのを聞きたかったところの、ちょっとこう答えにつながるんじゃないかなと思ったのが、
トヨタグループで不正が相次いで発覚している原因についてどう捉えているかという質問に対して、うん、秋夫さんが丁寧に答えられる中でこんなことを言われたんですね、うん、私が社長を辞めてちょうど1年になります、うん、その変化点でこういう問題が多々出てきたのはある面でいいことかなと思いましたと、ここに今の話はつながるんじゃないかなと思うんですけど、会見上で聞いていたらいいことかなと思って、あれどういうことだろうって思ったままだったんですね、ここちょっと深掘りしたいんですけど、やっぱりね、私が社長でいるからこそ情報が伝わってこないってこともあるんですよ、そこを社長を辞めたという変化点を持ったがゆえに、こういうね、もともとあったこういう問題点が目に見えるようになった、それだったらいいことなんじゃないのと。なるほど、それだったら、でそれが分かったなら、分かった時にみんなで一度立ち止まってね、直していけばいいんですよ、で直していくというお許しを世間から得られればね、直して再生する、でそこにはやっぱり多く関わってる人いますから、はい悪いことしたんだから全部っていうんじゃなくてね、そこに時間をくださいませんかねというお願いをしてるっていうとこですね。じゃ、ある意味社長のままだったらここまでできないかもしれない。社長のままだったらやってたと思いますよ。それでも気づくのが遅くなったかもしれない。ただこういう問題がね、出てきたかどうか分かんないんですよ。そのこういう話が、それはね、やっぱりね、トップが変わるという大きな変化点で、やっぱり世の中見方やり方が変わります、それはね、僕企業というものはそれだから永続的にね、発展していく生き物だと思うんですね、でそういう中においてやっぱり社長を辞めて新体制となり、こういう問題が出てきた、だからこれはある意味いいことなんじゃないですかと。なるほど、でグループの原点に立ち戻るということで、トヨタグループの系譜図も使われていました、で特に印象的だったのは、グループはこう縦に伸びていった後に横に広がっていくという説明されました、この縦と横に折り込んでいくっていうのが、まさに自動食器連想させますし、未来の街ウーブンシティもつながっていくしと、過去現在未来と、グループの仲間たちがいかに大切な存在かというのを示しているような気がしました、でそこで僕が思ったのは、意志と同志という漢字を使われて、志を共通の文字に使われました。で志っていうのがある方向を目指す気持ちとか、心の持ち方、信念という意味ですけれども、他にもやっぱり相手のためを思う気持ちとか、好意っていう意味も志に含まれているんですね、つまり秋夫さんが自分以外の誰かのためにとか、町一番とか、幸せの量産とか、人の幸せをもう冗談抜きにして、もう本心から願い続けてきた、この秋夫さんらしい言葉の使い方を、その志という文字で感じたんですけれども、意識はこうされていたんですか。そう言われてみるといい話をしたなって感じですね。あ、じゃあ自然とそれ出てきたっていうことですよね。自然とというか、やっぱりね、同志とね、意志、横が同志で縦が意志、これはね、もう発展していく上では、必要なことなんじゃないのかなと、横糸だけでもダメですし、縦糸だけでも発展性がないですし、だからそういう意味では時々ね、グループ企業というのは時々の段階でね、増えるじゃないですか、横も、縦も進化していかなきゃいけない、だからそれを見直すいいチャンスっていうのが、モビリティカンパニーになろうよっていうね、掛け声、掛け声はそういうようなことをみんなが考え始めるんじゃないかなと思いますね、でそうした時にモビリティカンパニーって何よっていうところになるわけですけど、その前にじゃあ我々のビジョンって何って言った時に、次の道を発明しようと、これがなんかその悩んだ時にね、そもそもなんだっけっていうね、いろいろ議論してると何のための議論だったっけねっていうのよくありますでしょ、そうした時に次の道を発明しようだったよなと、モビリティ、って行くとね、なんか考えていく方向が、多様性の中にもね、
なんか先に進めるんじゃないのか、一歩進めるんじゃないかという、はい、まあ、期待も込めてますけどね。だって次道発明って普通に考えると組み合わせない組み合わせですよね。道発明って道発明みたいなところがありますから、うん、その漢字を使うとわずか9文字にやっぱりそのビジョンとして、うん、そう、それはね、やっぱもっといい車作ろうよっていうのはね、はい、トヨタ自動車のビジョンとしては非常にシンプルで私は分かりやすいと思いました、はい、ところが周りから最初言われたのは分かりづらいって言われました、はい、何を言ってるか分からないと、具体性がないと、はい、それでもっといい車ってなんだよと、はい、でその時に私自身答えを言わなかったのが良かったと思うんですよ。その次の道を発明しように対しては、はい、私自身がね何を発明するかっていうのはクリアな考えはないです。あ、ね、ですけどもっといい車というイメージはありました、はい、あった、はい、ありましたけど、もっといい車っていうものを私のイメージで行っちゃったとしたら、我慢できなくなって、はいはい、行っちゃったとしたら今のトヨタ自動車ないですよ。そこしか見なくなるかもしれない。もうやっぱりね、そこにそれが、それを作れば褒められるんだから、それしか作らなくなる、はい、でもね、その中にはもっといい車っていうのをみんなが考えたんですよ、はいはい、だからそれぞれにとってもっといい車が出るとこういう会社になりました、はい、フルラインでグローバルっていうのはね、はい、うん、これはね、その言い出したのはねこちらかもしれませんけど、はい、やったのは全員ですよ、はい、やったのは全員だと思いますね。その自分たちでもっといい車ってなんだろうって考えて作り出していくっていうのは、カーボンニュートラルに対してもまさにそれですね。そうです、そうです。だから次の道を発明しようだってね、言い出したのはこちらかもしれないけど、はい、やっぱりみんなが考えると、はい、道って言ってもね、はい、いろんな考え方があると思うんですよ。そうですね、華道茶道に始まる、ね、はい、柔道、剣道、はい、みんな道がつきますでしょ、はい、で私なんか道が車を作るって言ってね、はい、だから道って単純な道ですけど、はい、でまた英語にするとねロードじゃなくてパスにしてるんですよ、はいはい、ね、PATH、パス、だからパスにしてるから余計にね、余計になんだろうって思うはずです、うん、はい、で次のってのはやっぱりね未来をってことだし、はい、発明ってのはね、なんて言ったってトヨタグループは、うん、豊田佐吉の発明がなかったら、ね、存在してないグループですから、はい、ですから現在過去未来をね、はい、次、道発明という言葉に書き直したっていう感じでスタートできたらいいなと思ってますけどね。なるほど、やっぱり未来を見るには原点を大切にしなきゃいけないっていう、はい、もう根本的なこの考えが詰まってるんですね。そう思いますね。未来をやるには自分たちはね、はい、どこで生まれ、はい、ね、どう来たのっていうところがないと、そこの個性を伸ばせばね、はい、伸ばす未来づくりと、うん、その強みや弱みも関係ない未来づくりではね、はい、全然景色は変わってくんじゃないのかなと、うん、しかも英訳ではトゥギャザーが入ってるって、ね、トゥギャザー、あれの英訳がいいですね。記者会見の時言えませんでしたすいません、僕も資料持ってなくて記者会見フルで見ていただければね、どっか出てくると思うんですけど、そうそう、普通はああいう時ね、はい、なんか誰かが助けてくれるんですよ ね、はい、誰も助けませんでしたね。取りに行ったらありました、うん、奥に、だから取りに行かないとないでしょ普通はね出てくるもんなんだ、ね、そんな裏話も聞きながら、でその今の次の道を発明しようという言葉もう実は昨日ですね、だからグループビジョン説明会の翌日、販売店の代表者会議に出られた時に、うん、はい、さらにそのおっしゃっていた言葉、はい、私たち全員でニコニコ顔で次の道を発明しましょうという言葉でね、うん、締めくくられていたんですね、うん、ここも印象的だったんですよ、はいはい、ニコニコ顔、ニコニコ顔、やっぱり笑顔とかね、はい、ありがとうって言葉は魔法の所作と言葉ですよ、はい、やっぱりニコニコ顔されて気分悪い人ないし、うん、ありがとうと言われて ね、はい、ね、悲しむ人いないじゃないですか、はい、だからやっぱりその笑顔でありがとうというシェアがね、はい、高くなるような、ね、世の中作った方がいいんじゃないですかね。その別に自分がじゃなくて、はい、やっぱそっちの方が自分も嬉しいし、そういう世界をね望んじゃいけないんですかね。ね、僕はねそういう世界を
どれだけ大人になってもどれだけ年寄りになっても、はい、望み続けれる大人の姿を示したいなと思うんですよ、うん、はい、笑う角には福来てるってよく言ったもんですよね、うん、言ったもんですよ、うん、それなんとなく今対立、はい、誹謗中傷のね、なんかそういう世界になっちゃって、はい、そういうことを言ってる方が賢いみたいなね、うん、あの世の中ですけど、そんなことないんじゃないと、はい、ええ、 そうですね、そんなことないんじゃないと思ってる人の方が多いと期待したいし、ね、あの そういうふうになってほしいなと思いますね、ええ、その笑顔は森蔵さんがまさに世界で感じることでもありますよね、感じていることでも。そうです、だいたい森蔵ってのはね、はい、最初はね豊田章男っていう名前でハンドル握ると叱られましたから、はいはい、それで我が身を隠すために、森蔵という名前を使いましたけど、はい、最近ね森蔵に助けられること多いですね。うん、それからね危機対応で助けてくれるのはいつも森蔵ですね。はい、あの公聴会の時もそうですね、はい、I love cars、はい、と言ったのは森蔵ですよね、はい、で今回も、なぜか、まあ、謝罪 会見だと思います。そうですね、そこにねマスタードライバーの話が出ましたでしょ。あ、確かに、ええ、はい、マスタードライバーの話が出たり、出てもその普段ね、はい、森蔵というその、私が、はい、普段どういう行動をして、何をやってるかという方々が多いんですよね、はい、そういう方々のなんか温かい空気っていうのを感じられましたし、はい、自分は公聴会の時は一人でないと思いますけど、はい、今回の一人じゃない、一人で会見はしたけども一人じゃないっていうのはやっぱり自動車業界はじめね、多くの車好きの方々が、はいはい、なんかね分かりませんよ、分かりませんけど自分自身は応援してくれてるんだなというふうに感じたことが大きかったと思います。なるほど、ね、ええ、だって本当にもっといい車作りを実践されていて、はい、体現されていて、うん、それが実際に僕はトヨタイムズニュースで取材をしていくと、うん、世界中であそこで森蔵さんとかプロのドライバーがもっといい車作りでフィードバックしていただけたんで、うん、こういう車になりました、うん、こういう改善が見つかりました、うん、でこういう車が今試作で走ってますっていう、うん、本当につながってるんですよ、うん、実際につながってるっていうのを僕も取材して分かっているので、はいはい、見てる人も車好きの人もそうやってレースやラリーに森蔵さんが出ていてハンドルを握ってしかもみんなを笑顔にしていてっていう姿を見ているので、うん、やっぱりこう近い存在に感じていて、うんうんうん、だと思いますね。なんかこう、大きな組織のトップじゃなくて、はいはい、あ森蔵さんだっていう感じ。昨日もね昨日の会見も、はい、大企業のトップのね、はい、黒幕イメージありました。全くないです、ね、ないと思うんですよ、はい、それはね意地悪メディアはそういう買い方しますよ、うん、しますけど案外ね多くの人ってね双方は全然思わなかったと思うんです、はい、それと正直な人っていうかね、それと普段会ってる人と同じじゃないと、はい、ね、ああいう会見の場でも ね、はい、あの話し方って普段と同じだねっていうふうに取っていただいた方がね、はい、少なくとも社長をやりだした10年前よりは確実に増えてると思います、はい、だってかしこまってる社長とかだったら、はい、じゃんけんしてとか言わないですもん。いやあれはねあれは本当はね、はい、もうあと2人って言ったじゃないですか、はい、はい、2人って言った時に4人手挙げたから、はい、ね、4人当てようよって言ったんですよ、はい、そしたら5人目が手挙げたから、はい、それはずるいでしょと、だからダメってじゃんけんしてよってなったんだってね。ね、初めからじゃんけんしてるのっていうね。あれもそうでしたね。質疑応答の中で、はい、第三者委員会の報告書をよく見た人から話を聞きましたって正直におっしゃってた。本当なの。あれも等身大だなと思って。あれね、それね、読めたら読みますよ。すごいんですから。分厚いですね。分厚くて。はい、でね、忙しいからとかいうことじゃなくてね、はい、やっぱりね、ちゃんと分かってる人が。全部読んで、はい、でちゃんとエッセンスを私に伝えた方が絶対に世の中のためになると思います、うん、はい、だからそういう対応を含めて、うん、やっぱり真心が伝わったんじゃないですかね、うんうん、だからああいう記者会見になった。てか正直に言いますから、はい、ね、だから正直が伝わることが
今何を失ってる、信頼ですよ、はいはい、ね、その信頼を取り戻す第一歩はやっぱり正直に、あの、行動することが僕は最初の一歩だと思います。でそこをね、そこをまずね、あの、ご評価いただければね、はい、いただければ我々前進んでいいなっていうふうなことですので、うん、はい、ぜひね、ぜひ正直なトヨタグループ、ね、はい、あの、応援してほしいなと思います、はい、正直に行動する姿を見守っていただけたらなと思うんですが、はいはい、そのグループの責任者としてまたこれ実際に正直に話して行動されているなと感じたのが、うんうん、グループビジョン説明会の翌日ですね、うん、販売店代表者会議にグループの責任者として出席して思いを語られていた、うん、はい、それが昨日のことです。で今回もこのラジオ形式で本音を語っている、はいはいはい、まさにグループの責任者としての行動をすぐにこう移しているという、うん、有言実行ということになりますけど、ね、ちょっと有言実行といってもね、世間が、はい、あの、期待している責任者の行動かどうかは分かりません。ああ、それは世間のイメージと違うということですね。責任者イメージとは違うと思います、はい、普通だったらね、なんとか委員会のね、はい、委員長となりね、ね、あのいろいろね、はい、有識者から ね、 そうですね、ご意見を聞きながらなんですけど、私がね、このトヨタの危機、14年前のあそこで生き残ってきたのもね、はい、やっぱり自分流のやり方だったと思います、はい、自分が責任者なんだから、うん、自分の目と耳で、その聞いたこと見たこと、はい、で、あの、自分が覚悟を決めていったことからね、はい、一歩ずつ進めていかない限りにはね、何も変わらないんですよね、はい、ですからそういうやり方をさせていただきますけど、あの、だからちょっと、ね、皆さん考えておられるのとはね、それと民に戻したいわけですよ、主権を、はい、だから主権を民に戻すためのガバナンスのやり方っていうのはね、ぜひね、ぜひトヨタイムズでも、はい、追っかけてくれるといいなと。ぜひ、ね、だからいろいろとこれね、あの時アナウンスしたのは、6月の全部の株主総会出ますよと、はいはいはい、ね、おっしゃってました。言ってますでしょ。あの、ね、本当に出ますからね。司会台から見ていて、苦々しい顔してた人何人もいました。えっていう。でもそれ6月ですから、はい、今2月、まだ4ヶ月、2、3、4、5と4ヶ月あります、はい、ね、だからこの4ヶ月に何するかですよ。ああ、それはマスタードライバーも含めてですね。マスタードライバー含めて何をするか、はい、うん、このあたりはね、ちょっとフォローしていただきたいと思います。そうですね、はい、見ていきたいですね、はい、で、あの、私今聞いていて、主権を民に戻すやり方というのは、うん、まあ、トヨタに入って2年間秋夫さんを見てきて、秋夫さんの行動、さっき有言実行って言いましたけど、うん、不言実行の部分が多いと思うんですよ。あ、やっぱりあれこれ言わずに黙々となすべきことを実行しているっていう不言実行の姿が今回も見られたし、これから先もグループ責任者としてちょっと有言になってるじゃないですか。あ、だから有言実行をすることの行動が不言実行なんですよ、やり方が。だから両方あると思って。あ、なるほど。有言実行で動き始めて、動き始めたらもう不言実行を続けていくっていう僕はイメージを持っていて、それはやっぱり無意識、何にも意識してますよね。っていうかね、やっぱり自分の影響力をどう使うかっていうのは、はい、あの、考えてます、はいはいはい、ただ、あの、あ、この人理解したなと思った瞬間に、あの、自分の影響力をね、どこに、はいはいはい、あの、やるかっていうのは、あの、それは絶妙なセンサーが働くんですよね、うん、ええ、こういう言い方を言っていいのかわからないですけど、僕も初めて秋夫さんから僕権力持ってんだよ、うん、はっきりと言われる、うん、えっと思ったら、うん、そこをどこに使うかなんだよっていう。そうなんですって、権力はね、どこに使うか、はい、なかなかでも僕権力持ってるよっていう人いないですから。でも僕影響力ありますもん、はい、ね、だからこの影響力と権力をね、はい、何に使うかですよ、うん、はい、それが主権を民に戻すために使う。多分ね、自分のために使っても気持ち悪いんだと思いますよ。あ、私って。なんでですか。知りません、そういうそういう人なんですよ、そういうおじさん、ね、はい、だってこういう、すみません、偉い方だと普通偉くなりそうじゃないですか、感覚が。僕ね、偉ぶりそうなものです、ね、そのものすごく嫌なこと言うとね、はい、生まれた時からお坊ちゃまなんですよ、はい、だから人がいいの。そっか、いい方向に出たんですね。え、
いい方向に出たんですね。だって中途半端なお坊ちゃんってダメなんです。だから私は超お坊ちゃま、ねね、だからいいんですよね。超お坊ちゃまだから中途半端にはいかないんですよ、はいはい、だから私の喜びってね、はい、なんかね自分が何かを得るとかね、そんなものはね生まれた時あるんですよ、はいはいね、そんなものよりも普通の体験がしたいんですよ。そっかそっか普通の体験がしたかったり、はい、みんなが喜ぶと自分が幸せになるんです、そこに幸せを感じるんだからいいんですよ。それでまさに森蔵ですね、はいはい、なかなかね人の幸せが自分の幸せってなかなか人間思えないところがあるので。そうかな、そのが幸せ、役に立ちたいとは思いますけどもちろん、はいはい、いや絶対ね他の人が幸せになった方が、はい、自分が結果的に幸せになると思います、はい、このね、違う人の、いやその通りです、その通りです、その通りですけれども、そうやって人の幸せのために、まあ、不言実行ってあえて言いますけど、うん、ずっとこう頑張り続けて行動し続けていくって考えると、うんうん、グループもねらしさを取り戻すのは、トヨタらしさを取り戻すのに時間がかかったように、やっぱりある程度時間かかると思うんです、うん、しかもね今回は、はい、あの時は社長でやってますからね、はい、今回社長でも会長でもないんですよ、うん、単なる責任者、はい、という形でどういうやり方があるのかなと、というのはまあきっといろいろやり方考えますから、はい、あの見てくださいよ。でも無意識で行動は続けていくわけじゃないですか。あの続けていくと思いますね、はい、だから最初の武器はマスタードライバーですよね、それはどんなに長い時間かかっても続けていかれる。いやそれはね、あの寿命がありますから私もいや寿命がありますから、寿命がないように感じちゃいますけどね、ありますから。だからこれはねやっぱりそのね、あの自分よりも上手い人を見つければいいんですよ、はい、自分より上手い人と自分よりもあの思いが強い人と、はい、そういう人って必ずいますから、そしたらもう その人がやった方がうまいんだから、どん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 。それを兼ね備えるっていうのは相当大変だと思いますよ。兼ね備えるっていうのは、そのマインドと行動と、うん、持っているその素性みたいなものを全て兼ね備えた人っていうのは、いやいつか出てくるんじゃないですかね。ですか、うん、だから僕はね喜一郎に褒められたいっていうのはそこなんですよ。喜、ね、はい、一郎以降ね、喜一郎を褒めたいやつはいたかと、はい、褒められてませんよ、うん、褒められてもいませんけど褒められたいと思ってるんですよ、はいね、だから褒められるためにあの日々ね努力してる、はい、そしたらこの間夢に出てきて、褒めるところがね、まあ、念頭におっしゃってたことですね、あ、ね、はい、んなこと言われましたけどね、はい、だから余計またクソと思ってるんですよ、ね、あの本当にね褒められたいと、はい、誰だって褒められたいんですよ。そうですね、うん、だけど僕はあの悪いけどあのおじいちゃんに褒められたい。相当その喜一郎さんのハードルも高そうですけれども、うん、本当に明夫さんが褒められる、喜一郎さんが褒めるだけのことを明夫さんの中で成し遂げたっていう時が明夫さんが死ぬ時でしょうね。いやー変な聞き方してすみません、ね、分かんないけど褒められたいのはあそこ、社長最後の一日の時もね、はい、家に行って喜一郎さんの写真の前でおっしゃっていました、はいはいはい、昨日のニュースリリースで、うん、ダイハツに委託生産しているプロボックスの生産出荷の再開を決定したと発表がありました、うん、はい、私の周りにも車注文してるのにいつ来るか分かんないってディーラーに言われて不安に思っている方、うん、まあ、そういう方たくさんいらっしゃると思います、うん、そういったその不安に感じているお客さんに対してどういう、ま、認証の不正ですから、はい、ね、認証っていうのは環境面、うん、安全面において、はい、これを大量生産してもいいですよ、量産してもいいですよという基準のための見本を出して、はい、ね、そこで、数々の要件を満たす試験をして、はい、あ、これだったら大丈夫ですね、たくさん作っていいですよ、そこに不正があったんだから止めましたってことですよ ね、はい、ね、それでもう一度それをね、あの再度やったら、はい、その要件に入ったというご判断が得たので生産再開になったという理解だと思います、はい、で、もともとこれね、あの各種、その記者会見でもね、あのそれぞれの会社のが言ってるように、はい、やっぱり燃費の不正の部分はあの本当にね空気を汚くした、
それと余分な、ね、余分な燃料費を費やしたというようなあのことでご迷惑をおかけしていると思います、はい、でやっぱり安全のところはね、あのやっぱりその乗り物ですから、あの命を運んでいくものですので、安全のところはねやっぱりね本当にその安全ですだけじゃダメだと思いますね、はい、安心ですまで持っていかないと。なるほど、ええ、ですからその安全のところでした場合はいくらね試験やり直しましたら安全です、であの生産を許されてもこのあとね安心なんだねっていうふうに思うためにどうしていくか、はい、という活動が僕は必要だと思います、うん、はい、どうやっていけばいいですか。一人一人が安心と安全の違いをまず理解することですよね、うん、ね、そうすると安心っていうのは当初ねお母さんが作ったおにぎりって言ってましたよ、はい、ね、安全ってのはねあのお店で買えるおにぎり、安全ですよ、はいはい、ね、で安全だと思ってみんな食べますね、はい、でも安心っていうのはやっぱお母さんが握ってくれたね、なるほどね、おむすび、はい、その感覚に車ってのはなんなかったら、はい、ダメなんですって。そう、心が動くことですね。だからやっぱり車っていうのはね、はい、あの数ある工業製品の中でも愛がつきますでしょ、はい、ね、愛がつくっていうのはエモーショナルな存在だってことですよ、はい、ということはもうさ心と心が通い合うようなね、うん、バディであるのが車、はい、単にそれが移動手段で毎日のね移動をお手伝いしてくれる相棒であったとしても、はい、やっぱりそこに信頼感というね安心感がないとやっぱり身を委ねることはしないんじゃないですかね、うん、ええ、それをモビリティカンパニーとしてどうやってこう捉えていくか。そうですね、ただそれは私が言うことじゃなくてね、はい、一人一人関わる一人一人がやっぱり自分自身の答えを見つける旅に出てくださいということだと思いますね、はい、ええ、それはトヨタだけじゃなくグループ会社だけじゃなく自動車産業だけじゃなく、はい、みんなっていうことですね、はいはい、ということです。ですからトヨタグループ その横井ともね、はい、あのモビリティカンパニーになるにあたってさらに広がるようなねあのグループになってほしいし、はい、そんな人材はねたくさんいると思います、はい、だからそういうことやっていいんだよっていうねいいんだよっていうことをあのやっぱり、そういう安心感をね、はい、あの行動する勇気を与えれる安心感を与えるのも私の役割だと思います。本音で語っていただいてきましたけれども聞いている方もどう感じたでしょうね。やっぱりこういうあの映らないからこそ、はい、ビジュアルがないからこそ聞けるっていうことが、うん、あると思います。あったような気がします、はい、この1時間聞いていて、はいはい、これはどうでしょう。トヨタイムズニュースとしてもこういう機会はぜひこうあった方がいいんじゃないですか、ね、それと私も1年間喪に服してましたけど、はい、あのやっぱりね語る必要性があると、はい、私自身が感じた時にはぜひねあのトヨタイムズにこういう場をね、はいはい、作っていただきたいというふうに思います。というのはあのやっぱりその多分私のこういう会話を聞くと一人の人間がね、はい、一人の人間に語ってるっていうふうに思われると思うんですよ、うん、でいくら大企業でもね、はい、やっぱり人が経営しね、はい、人一人の人間なわけですから、はい、だからやっぱりそこに、温かさとかね、はい、優しさとかあ、ね、明るさみたいのがにじみ出る法人であってもね、はい、だからそのためにもねそのためにも責任者であるならば時々一人の人間に戻らせていただいて、ね、あの正直にね、こういうその考え方、を皆さんと共有する、はい、こんな場が持てれば私も、はい、あの嬉しいなと思います、はいはい、僕もあの広報部員ではないので、はい、広報するためにやってるわけじゃなくて、うん、やっぱりトヨタイムズニュースとしてジャーナリストとして聞きたいことを聞かせていただくという場で、それがあの、ね、私と組むには最高だと思うんですよ、はい、私ってねやっぱりあの広報とかね、うん、あのやっぱり会社のアナウンスメントって、はい、自分たちが言いたいことをいかに伝えていくかってところに行くと思うんですよ、はい、で私の手法はね
聞きたいことをどう、うん、あの正直に分かりやすく答えるか、はい、というところに適してると思います、はい、ですからそういう意味であのこういうねあの質問形式のね、はい、あのやり方だと私が思ってもない引き出しがね開いたりもするし、それがねあのいっぱい開くとあのきっと聞いておられる方もねあのよかったって共感するっていう動きになればこんなありがたいことないですから、はい、ここにいる、まあ、数人いるんですけれども、はい、これはメモらなきゃってメモってる人がいたり、はい、ここは笑いで声出しちゃ困ると思って押し殺して笑ってるところだとか、そういったところで、ありのままでね、こうこのラジオのような場所 で、はい、ぜひぜひ計画してもらうようお願いしたいと思います。これをだからあとはレギュラー化にさせていただくのか、いうことがあるときなのかっていうね、うん、ところもまたちょっと相談させていただけたらなと、うん、そうですね、まずはレギュラー化にしたらどうですか。おというのはね、おまずはね、はい、まずは何が変化点か分かんないし、はい、ね、あのまずは定期で始めるもんなんですよ、これ。定量か定期かっていうのがあります、はいはいはい、あのうちの生産方式の中に、はいはいはい、ね、定量っていうのは何か問題がたまってきたらやるよ、うん、そうするとね次いつかっていうのも分かんないですよ ね、はい、ね、ところが定期っていうのはね、あのレギュラーだと定期になります、はいはい、そうするとある程度そこでね分かる、はい、で今抱えてる直近の問題がね、やっぱり不正に対して、はい、どうね、民にね、はい、あれを戻していくかということですので、それはやっぱりちょっと定期的にね、はい、あのどうせ質問の中にはね、はい、間違いなくそれは入ってこられるでしょうし、はい、ですから定量っていうとね、何かあの特集トピックとかいうのを豊川さんとすぐ考えちゃいますでしょ。もう得意です、ね、はい、だからそうじゃなくてやっぱりその時々にあったことをね、はい、言うにはまずは定期でスタートした方がいいと私は思います、はい、ね、まさにあれですね、もっといい車作りでレースという日程が決まっていて、うん、そこに向けて出られる車を仕上げてくれっていう、だからこの3年間で、ね、水素エンジンこんな進んだんですよ。ものすごく進みました、それと同じことを、このトヨタイムズでもさせていただいて、しかもそれもねレースというところですから、はい、他の車と競争し、はい、ね、他のお客様が見てる中でのオープン実験室なんですよ、はい、だからここもねそのある面こういうね声がね、はい、我々2人の会話じゃなくて、それが多くの方がね、はい、あの聞いていただけるようなものになればね、なれば僕はものすごくね透明性もね、はい、あのより高まるし、はい、結果ガバナンスってのも高まり、うん、コンプライアンス云々ってのもなくなっていくんじゃないのかなと思いますので、はい、ぜひそういう場としてもね活用させていただきたいなと思います、ね、ありがとうございます、はい、レギュラー化決定ということで、私は決定する、はい、決定権者かどうか知らない、トヨタイムズのオーナーと僕は考えてますけど、はい、いいねその響き僕はあくまでもトヨタイムズニュースのプロデューサー兼キャスターと、はいはい、オーナーにやっぱり聞かないと。でも一回は僕はあれだね、あの質問側に入りたいね。それはあの、まあ、株主総会の労使協議の時もおっしゃってましたよね。そう、僕はいつもなんか答える。でも質問側に入るってことですよね、グループの責任者として今度は、ね、各社の株主総会に出て、はい、そうです、どんな質問するのかっていうのもトヨタイムズニュースで追いかけますんで。いや面白いねこれ、本当に質問したら本当に面白いよ皆さんにもね、見ていただく機会作りますんで楽しみになさっていただければ。しかもずっと議長やってた人が質問側に立つんだから、はい、もう嫌でしょうね壇上にいるとしかも新人さんが多いですからね、はい、いや楽しそれだけで楽しみだドSの顔してますよ今あとタイトルどうしようかなっていうねところもちょっと考えていかなきゃいけないですね。森蔵って言葉も入れたいけど秋代さんとしてもやっぱり話も聞きたいし、これはやっぱ豊田秋代かもしれない ね、うん、そうですね、何か本音的な部分でね、ちょっと分かりやすい題名がいいですって、はい、うん、ちょっと考えましょう、ね、はい、そう人気番組するといいねこれ、なるといいですね、はい、あ1時間経っちゃった、はい、すいませんお忙しい中、はい、お時間いただきましてありがとうございました、はい、お聞きになっている皆さんも長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました、はい、またの機会お楽しみに。それでは失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。